まあ、非常にこういい気候とですね、もう素晴らしいスタッフの皆様のおかげによってですね、もうジャイアンツも、チームとして少しずつ形を成してきたというふうに思います。まあ、このキャンプはここで終了しますけれども、まあ、東京ドームからオープン戦が始まります。まあ、それは、第二次キャンプという形で、位置づけの中でね、まあ、チームを少しずつまた構築していきたいというふうに思っております。この1ヶ月で監督から見た、まあ、MVP といいますか、一番印象に残った選手は挙げるとしたらどうですかね。いや、まあまあ選手はみんなよく頑張ったと思います。まあ、強いて挙げるなら元木コーチかな。やっぱあの非常にこうね、いろんな意味で、しっかり、やってくれたなという感じがしますね。はい、最後にあの、まあ、ここから、まあ、1ヶ月後にまたシーズンが始まりますけども、そこに向けた、まあ、意気込みというのを最後にお願いします。いや、もう第二次キャンプというものがまたスタートして、そして、まあ、チームをまあ、少しずつ、形の中でね、まあ、強い、チームにしていくと、その上で、いざ出陣というペナントレースにしていきたいと思います。ありがとうございます。テレビは以上です。原監督のこのキャンプの総括というのを聞いてもらいましたけれどもね、やはりいい気候でいい順調なキャンプが遅れたというのもありましたが、オープン戦を二次キャンプという表現もしていましたね。